腕つけて、この炭で必ず絞って、ドボッと人にいじる原因がある。絞って、黄色のところ、これね、金が乗ってると乗らんでもなる。金色。で、こういうところに、でも、田口は男性のイメージだもんで、そんなににじまないほうがね、こういう、元がこうで、塗っていくと、こうなる。これで、黒の線はいじらないということですので、黒の上にはなるべく乗せないように、真ん中ところから塗っていって、これが少し絞れたところで、こう、シュヌに乗っていく。こういう、あの、穂先の先、細いやつは、こういうところ塗るのにやりやすいんで。劣化しないのもあるね。そう、まあ、そうですね。これね、じゃこういうの全部、カブトのところの節は全部金色にそうなってくる。ここ全部そう、黄色は多いよ。で、顔はちょっと覗いてね。で、このマークは金が乗っとるんで、これはきっと黄色の人にうまく乗らないはず。金以外でここ。そうそうそう。まあ、そう。こういうふうに、筆に、たっぷり絵がついてるときはこう真ん中の辺やっといて、後から絞っていくから、こういうの。ね。あ、そうです。線量と、あとは線量と。最初の作者の筆の線というのは墨なんで、これはもう全部生かして。で、色のついてるところを今から。本当は自分が描いてると、タコを落としたくなるけども、要するに違うところで作業する人が出るで、必ず自分が動いて。いう感じで。で、一方ここ置いて、ああ、ああ、だいぶ顔料入ってる。そんなにたくさん入れてないよ。
してないと触れやすいじゃんね。だからどうしても肘がつけないときは片手で押す、片手を押さえると比較的安定しやすいじゃん。じゃあまだいい、全然いいです。もう良くなる。ある下地を入れて、私はここで目を強調するために筆の一方に濃い色を入れて、ここで少しにじみがつくと、こういう感じで拾っちゃう。目を強調しとるっていうことだと思う。で、ピンクに対してこっちをオレンジ系でパウダーを変える。
が上がってきましたね。